質問はですね、何をしたら方々財になるのかと、こういうことですね。ね、まず方々財の言葉の意味から説明をしたいと思いますね。方々財というのは法をそしる罪です。いいですか。法をそしる罪です。ですから間違えてはならないのは人ではないということです。人ではない、ね、人ではない、これではないということですね。人ではない、ね、方々財っていうのは法をそしる罪です。じゃあこの法というのは何かというと、法というのは因果の道理ですね。因果の道理というのは、私たちのやった、種まきの報いが、自分にやってきているってことです。いいですかね。自分が受ける運命というのは自分の種まきの結果なんだってことです。わかりやすく言えばね、自分が苦しんでいるのは自分がそういうようにやったからです。で、ここでポイントは、方々財のほとんどはですね、自分が苦しい結果を受けているときに起こすものなんですね。苦しい結果を受けているときに起こすもの。例えばですね、自分が苦しい結果がやってきてる。例えばみんなのために一生懸命、家事をやる。そうするとだんだん苦しくなってくる。で、苦しくなってきた場合はこれは苦しい結果を受けているということですね。それは、どうしてそんな結果を受けなければならないのかというと、誰？そう、自分がそういうようにやったからです。これが因果の道理ってことなんですね。決して人のせいで自分が苦しんでいるわけではない。すべては自分の種まきによって自分が苦しんでいるっていうのが因果の道理なんです。私を聞くと人のせいということもあるとお聞きしたんですけど、それとの関連はどうなんですか。うん、この辺がねポイントになってきますね。人のせいで苦しむというのもあるじゃないかと、そういうこともあります。でも基本的に因果の道理の考え方というのは、自分が苦しい結果を受けなければならないのは自分に原因があるんです。これが因果の道理の正しい考え方なんですね。じゃあ、他の人から人が原因で自分が苦しむこともあるじゃないか。そうです、そうなんです、そうなんですけど、因果の道理の考え方は自分に原因があると思う。実際自分に原因があるんです。自分に原因があるんです。これが因果の道理ってことですね。自分に原因がある。
たとえ人のせいで私が苦しんでいたとしても、因果の道理の受け止め方というのは自分にその原因があるってことです。ここで間違えてはならないのはですね、自分が悪いって意味じゃないんですよ。原因は自分にあるってことなんです。原因は自分にあるっていうことはね、自分の種まきでこの苦しみを解決することができるってことなんですよ。これとですね、他の人のために苦しんでいるっていうのとは大きく意味が違ってくるんです。他の人のために苦しんでいるとしたならば解決はできないんです。つまりその他の人が問題を起こして自分が苦しむということはあります。でも仏教ではそういう結果がやってきた時に自分が苦しいというね、苦しみを起こすのが苦果なんです。例えば殴られたとしてもね、人から殴られたとしてもこれを苦しみの結果とは仏教では受けないわけです。ね、たとえ相手が殴られて、相手から殴られて怪我をしたとしても、それが悪化というふうに捉えないんです。その時にどう感じるか、それが大事ってことですね。殴られたことを喜びだと感じる人もあるじゃないですか。愛の無知だ、バーンとかで殴られてね、ありがとうございます。この人にとってはですよ、殴られたことは決して悪化じゃないですよね。こういうことです。わかりますかね。つまり、先ほどのね、人のせいで苦しむということもあるじゃないか、それはそうなんです。人のせいで自分にその、ね、報い結果がやってくる、物理的なね結果がやってくるということはいっぱいあります。仏教で、この因果の道理を説くときはですね、それでなぜ苦しまなければならないのかというと、自分の心に問題があるっていうね、そういうことが教えなんです。ね。だから因っていうのは私たちの心の種まきなんですね。それが苦しみを生んでいるってことです。だから全ての苦しみというのは自分の心が生み出している。これが仏教でいう因果の道理ということです。これとですね、物理的な結果というのがまた違うんですね。だから例えば私たちは誰かと一緒に住んでいる、この人のために苦しんでると思う。それ確かにその人は私に影響を与えている。だけど苦しみをそれで感じるのは相手のせいじゃなくて、問題は自分の心にあるってことなんですね。こういうことです。確かにその人がいろいろ自分にやってくることによって苦しみを感じているようにも思う、ね、その人のやった種まきが自分にやってくる、ね、返ってくるってことはある。でもそれによって苦しむかどうか、それをどう受け取るかっていうのは私の心にあるんですね。これが因果の道理ってことなんですよ。だから目の前でこの周りで起きているいろんなことはですね、それは確かに人のせいでひどい目に遭うこととか、人のせいでいろんな思い、いろんなことがやってくるということはいっぱいある。それをどう受け止めるかっていうのが因果の道理。それは自分の心がその苦しみを生み出したり、自分の心が幸せを生み出したりしていると。だからあなたが苦しんでいるのは決して人のせいではないんです。それはあなたの心がその苦しみを生み出しているっていうのが因果の道理なんです。これが法、仏法という教えなんですよ。
だからこの辺がね間違いやすいわけですね。つまりその一つの結果を受けた時にそれを苦しみと感じるのか、それとも楽しみと感じるのかはあなたの心次第ってことなんですね。すべては私の心によってその運命というものが生み出されている、こういうことです。ここに立てるかどうかっていうことなんですね。仏法っていうのは、私たちが幸せになれるのもですね、苦しみを感じるのも私の心が原因なんだと。それによって苦しみや楽しみを感じているっていうのは因果の通りなんですね。まず分かっていただきました。でそれが分からずに苦しみを受けたりするのは人のせいだと、こういうふうに思うのをですね、愚痴の心っていうんです。自分の心に原因があると思っている人は自分の心を変えれば苦しみもなくなるんです。人だと思っている人はその人を亡き者にしない限りですね、苦しみはなくならないわけです。だから因果の道理を信じている人は苦しい結果がやってきた時に人のせいにしない人を言うんです。ね、仏法者っていうのは苦しい結果がやってきた時に人のせいにしないで自分の心に何か原因があるのではないかと自分の心を見ていく。決してですねそれが私が悪いのっていうのとは違うんです。私が悪いのって思ってあなたが苦しんでるならその悪いのと思ってるあなたの心が原因で苦しみを生み出してるわけです。自分が悪いっていうふうに思うことが苦しみを生み出しちゃってるからその心を変えなくちゃいけませんよってことになるんです。だから誰が悪いのかっていうことを言ってるんじゃないんです。苦しい時はその苦しいのはあなたの心が生み出してるんですよってことなんです。殴られたとしてもね、自分がその苦しみと感じなければね、その苦しい結果じゃないわけです。だから自分が苦しい時にどうしても人のせいにしてしまうのが愚痴の心っていうんです。その愚痴の心のある人にいやいやあなたが苦しんでいるのは人のせいじゃないんですよ、自分の心に原因があるんですよと言われた時にね、こんなことないわ、私が苦しんでないっすせよっていうのをね、方々罪って言います。法をそしる、ね、法をそしる、これが、方々罪。愚痴は方々罪と同じです。方々っていうのはあくまでもそしる、そういう動作を言うんですね。そんなことないわよ、違うんですよ、違う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 、あんたの言ってることの方が間違いだっていうのを方々罪というのは思うだ、そう思っている状態を言う。この愚痴が元で方々罪が生まれてくると。でどちらも因果の道理を否定している心、因果の道理を否定しているという意味では同じなんですね。だから方々罪というのは因果の道理を否定している人を方々罪っていうんです。だからあなたが幸せになるのも、苦しみを生み出すのも
全部自分の心に原因があるんです。ね、心に原因がある、人のせいじゃない、自分の心に、原因があるってことですね。苦しみを生み出すのも、幸せを生み出すのもですね、私の心に原因がある、こういうことです。だから苦しい時にですね、なんであの人は動いてくれないのとか、なんであの人はああしてくれないのっていうのが愚痴の心ってことですね。仏法から言ったら、なんでそこまでやっちゃうのっていう、ね、そこまでやらなければ苦しい思いをしなくて済むのに、そこまでやってしまう、やるから不満が出てくる、不満が人に向く、人に向いた状態が愚痴ってことですね。確かに物理的な結果から言うとですね、物理的なその一つの現象から言うならば、人のせいで自分にやってくる、人の蒔いた種まきが自分にやってくるということはあります、いっぱい。それをどう受け取るかっていうのは、私たち一人一人の心次第なんですね。その心が苦しみを生み出していくような心ならばですね、何をやっても苦しむんです。どんな人と接しても苦しむんです。その恨み呪いのね、人がみんないなくなったとしても苦しむんです。これは愚痴っていうんですね。だから私が苦しんでるのは、あの人がそばにいるからなんだ、あの人がそばにいなければ苦しまなくても済むんだ、そう思ってること自体が愚痴なんですね。原因はそこにあるんじゃない、あの人のそばにいると苦しむんじゃなくてね、苦しんでるのはあなたの心が苦しみを生み出してるだけなんです。その人が悪いんじゃないわけですね。確かにその人のやった具体的な行動によって私たちは影響を受けます。だけどその影響を受けたことによって苦しむか喜ぶかというのは、あなたの心次第っていうのが因果の通りなんですよ。この辺分かってもらえますか。物理的な現象まで自因自果、つまり自分のやったことが自分に返ってくると、こういうふうに言ってるわけじゃない。あくまでも仏法は、苦しむのか喜ぶのかは人が悪いんじゃなくて自分に原因があるってことなんですね。ありますかね。例えば何かひどい目にあった、あの人が悪いことをしたから私はこういう目にあったんだなと、そう受け止めて、まあ仕方ないなと思えば別に苦しまなくてもする。そこから一歩進んで、じゃああいつが悪いんだとなって、あいつに苦しみをねなすりつけた、自分の苦しみをなすりつけた時点で愚痴なんです。やったのは相手の方が悪いかもしれない、だけど今苦しんでいるのは自分の心に原因があるんですね。例えばいじめっ子がいると、そのいじめっ子が誰かをいじめた、いじめられた人はいじめっ子が悪いように思っている、違うんですね。いじめっ子がそういういじめた時にですね、どう感じるか、その心に原因があるんです、ね、こういうことです。その心が苦しみを生み出しているわけ、その心がまたいじめっ子を引き寄せてくるわけ。すべては自分の心に原因があり、その心を変えていくことによっていじめられることもなくなるならば、いじめられたとしてもへこまなくなる、苦しまなくなると、苦しみが少なくなると、こういうふうなものが因果の道理ってこと。自分に原因があるんだら変えられるってことなんです。
人に原因を求めるから人に変えようと、人に変わってもらえっていうことが先に出ちゃうわけ、ね、苦しみの原因を自分に求めていくっていうのが因果の道理なんですよ。自分に求めていけば、自分が変われば苦しみもなくなるわけですね。人に求めていたら、その人を亡き者にしようとしてしまうわけ。その人さえなければ私はひどい目に遭わなくても済む。こういうのがね、愚痴の心で因果の道理を否定している心なんです。要は苦しい結果がやってきた時に全部人のせいにしてる人はね、それは因果の道理を信じていない人で、仏法者じゃないってことなんです。それに対して苦しい結果がやってきた時に自分の心にね、原因がある、自分に原因があるんだと、だから自分を変えていこう、変えていけばそういう結果を受けずに済むようになる、それが因果の道理ってことです。ね。で、方々剤っていうのはそういうふうに教えてもらった時に、そうじゃないんだよと、悪いのはあいつだと、あいつらがね私たちのやっていることをぶち壊してるんだと、そうやって人を恨んでいる姿そのものが仏教でいう方々剤になるわけですね。仏法をそしっている罪ですね。大変重い罪と。だそういうふうに仏法をそしっている人はそのままが、地獄にはまっているということですね。なぜかというと人のせいにしているから。苦しみの原因を人に向けて、その人に苦しみをね、その人さえ亡くなれば苦しむんだって言って、それをこう亡き者にしようとする。いや、亡くなってもですよ。また別の人が現れてね、私を苦しめるわけです。で、それをまた亡き者にしてもまた別のものが現れるわけ。永遠にそのね、人を恨みながら苦しみ続けている、これを地獄っていうんですね。そこに抜けることができないから無間地獄とかもね言われるわけですけど、だから地獄なんです。方々剤の姿そのものがですね、これ地獄の姿なんですね。だ、地獄っていうのは方々剤の人は地獄に落ちますというか、方々剤の人そのものが地獄なんですね。それはなぜかというと、苦しみを人に向けてね、その人を恨むことによって苦しみを解決しようとしている。これ楽だから。苦しい時に自分に原因を求めずに人に向けていたら楽だから。でも楽だけど人に向けていると、そのままが地獄へと陥っていくわけですね。だから方々剤はそのまま地獄に落ちる業なんです。苦しい時にね、全部人のせいにしてね、人を恨んだりしている、人を呪ったりする、そのものが地獄。雪の種まきってことですね。これが方々剤と言います。だから人をそしるのは方々剤ではないですけど、でも苦しみの原因を人に向けてですね、そしっている人は、それは方々剤になるわけですね。だって人のせいで苦しむ。決してですね、人を批判することが方々剤じゃないんですよ。私が苦しんでいるのはあいつのせいだと、私たちが失敗したのはあいつのせいだと、こういうのを方々剤っていうんですね。愚痴とか方々剤っていうわけです。客観的に見て相手がね、間違ってますよっていうことを言うのは方々剤じゃないわけ。わかりますかね。大事なのは相手が間違ってるかどうかじゃなくて、
自分が苦しんでいるのはあいつのせいだというのが間違いということですね。相手がこういうところが違ってますよっていうのは方々罪にはなりません。つまり方々罪っていうのはこの相手の間違いを正すことによって自分が楽になると思っている考え方を方々罪っていうんですね。自分が楽になること、楽になるために人を批判している、人に正してくれとね言っているのを方々罪っていうんです。その人が幸せになるために言うのならばね、それは方々罪にはなります。でもそんな心はですね、やっぱりよっぽど自分が幸せじゃないと言えませんので、幸せな状態になって初めて相手はこういうところが違ってますよって言えるんですね。で、自分が苦しんでる時に人の欠点を言うのはもうほとんどが方々罪になります。そういうことですね。これが方々罪ってことです。で、方々罪はそのままが地獄行きの姿ってことですね。それはなぜかというと、因果の道理を否定して人のせいにして、苦しんでいるからなんですね。こういうことです。これで方々罪について分かっていただけました。じゃあちょっと休憩したいと思います。